おととい、平年よりも10日遅く初雪を観測した札幌。本格的な冬が急にやってきました。こうした中、ホームセンターが品揃えに力を入れているのが、こちらの店では入り口から入ってすぐ目の前にずらりと寒さ対策グッズが並んでいます。札幌市北区のジョイフル AK トンデン店では、先月からあったかグッズのコーナーを設置しています。今年は電気代や燃料代の高騰を受け、売れ行きにある特徴が。節約志向がかなり高まっている印象なので、こういった電気の使わない、自分で簡単に施工できるような節約グッズが、売れている印象です。特に売れているのが手軽に保温できる商品です。カーペットだけだと少しひんやりしていますが、この保温シートを間に挟むだけで暖かい熱をキープすることができます。床からの冷気を遮ることができるこちらの保温シートは、去年の3倍の売れ行きに。窓ガラスに貼る断熱シートも例年の3割ほど売り上げが伸びているといいます。部屋だけでなく体の保温グッズも人気です。これ袖を通す形になっているんですが、完全にもう着る毛布みたいになってます。すごくあったかいです。袖を通しているので、これで家の中も動き回って家事などができます。あったかくて手放せなくなりそうです。また初雪が降ったことで除雪グッズを買い求める人も次々と訪れています。こちらの男性はスコップを3本まとめ買い。店では女性や子供でも扱いやすい商品が揃っています。こちらは軽量タイプの雪かきグッズになっていて、このように女性でも簡単に持ち運ぶことができます。冬本番の始まりに向けて、道民の備えも少しずつ進んでいます。